おお、これは一体俺が保証に出ている間に何があったんだ、シュウイチ。いや、別に何も。そんなわけないだろう。マルコに斎藤、アンダース、ホセ、ミカエルまでミノムシみたいにぐるぐる巻きにされてるじゃないか。トーマスさん、縄ほどいちゃダメね。そいつら変態よ。のたれ死ぬイヤル。一体何なんだ。この人たち、私たちの水浴びを覗こうとしたね。変態にはその姿お似合いよ。縄をほどくなんてもってのほかある。大丈夫。もし縄を抜けても私がすぐに撃ち抜くだけ。ねえ、こいつらバカなの？何やってんの？自殺願望？バカだよね。私たちが水浴びしているのを覗いていたので縛り上げたんですの。まったく、本当にどうしようもない人たち。ほら、私の靴をおなめなさい。そうすれば機嫌を直してあげてもよくってよ、変態さん。強情な方なら、そのまま一生イモムシのように這いつくばっていればいいですわ。マジでバカなんじゃないの？こんな戦場で何やってんだか。ねえ、死んだ方がいいよ。そんなんじゃ戦力にもならないから。てか、うざいから早く死んでよ。本気で。クズ。じゃあね。私が舐めます。いや、舐めさせてください。この卑しい斎藤めにどうか。サラ、好きだ。俺と結婚してくれ。そして縄をほどいてくれ。畜生、あのアバズレ、さっさとほどけ。牛おっぱいが。僕は踏んでくれればいいのに。ああ、踏んでほしい。うんこしたい。漏れる。ああ、こりゃいい眺めだね。気分はどうだい、クロスケ。調子いいかい？最高だ、校長。この縄をほどいてくれれば、俺はあんたに一生ついていく決心がつくぜ。そりゃあまあ、ほどいてやりたい気持ちはあるんだけどね。あははは、こりゃ楽しいわ。Thank you.
て。実際どうだったのよ。誰が一番あんたの好みだったんだい？は？あ、いや、それは、まあ、みんなそれぞれ良かったと思うけど。なるほど。そんな回答で私が納得すると思うかい？いや、しなさそうだな。だってつまんないからね。勘弁してくれ、校長。いや、勘弁できないね、クロスケ。校長、いい加減にそれ、やめ。にっしゅっしゅ。いや、楽しいね。じゃあ分かった。二択にしてやろうかね。それなら、あたしとかも、どっちが良かったんだい？なっ！ほら、そんなに考え込むような質問じゃねえでしょ。ほれほれ。さっさと言って楽になったらどうだい？ん？どうなんだい？秘密。あ？あ、いや、その心のアルバムに、その…は？な、そう、その…だから、だって…プリーズ、ヘルプ、ミー。やれやれ。ったく、あんた強情だね。答えなんてとっくにバレてんのに。五丁。案外口が固いんだね。ったく、つまらない。ほら、縄ほどいてやるから後ろ向きな。そろそろ出発の時間だ。の、おう。悪いね、クロスケ。ロープが硬かったんで、ちょっと火で焼き切ったんだ。ま、ちゃんと答えなかった罰じゃない？普通に火傷してるんだが。あ、そういえば、ほら、早くほどけよ、黒田。ああ、ダリー。結局男にほどかれんのかよ。いてて、て、俺なんて腕折れてんだぜ。早く。もういいよ、君だ。嫌だけど。うんこ。
たいわ、ボケ。ギャーギャー、じゃがましんじゃ、ほんだら。水着持ってきてたんは最初っから俺らに見せつけるつもりやったんちゃうんかよ。それを見せたぐらいで何をわめとんのじゃ。ええから、乳もませんかい。なあ、五丁がほどいてくれたんだ。悪いな、ほどけに来てくれたのか。うん、でも必要なかったね。すまん、ソーリー。つい魔が差しちまった。本当に何やってるんだろうな。俺は、つい欲望に押し流された。本当のバカだ。覗いたの？ね。ああ、そうだよ、見たくて見たんだ。だって俺だって男なんだぜ。そりゃ女には興味あるし、そのお前のことだって見たいと思ったんだよ。いや、本当に悪かった。覗きなんて最低だよな。もう本気で後悔してるし、反省してるんだ。絶対にもうしないって誓う。これからはこんな欲望には流されんぞ。すまなかった、沙織。許してくれるのか？っていうか、その、なんか、ごめんね。あんな色気ない水着で。本当は私も、可愛いビキニとか着たいんだよ。でも、私ってああいうの、ダメなんだよね。その、お腹とか背中とかは、あんまり人には見せられないから。
いや、でも、ああいうのも俺は悪くないと思うぞ。十分、可愛いと思ったけどな。それにほら、他にもな、水着がどうとかじゃなくて、あ、ほら、なんか胸の大きさとか気にしてたけど、俺はお前ぐらいが一番好きだぞ。うん、本当に。